おはようございます。本日はいい朝と迎えまして行きです。初めて車で行きます。この距離感、いろいろと味わっていきたいと思います。車の距離感というものをそして人々の距離感も、関西の人多分近いと思うんで、距離感はちょっとまだなんかみんな寝てますね。自分だけ勢いありますよ。ごめん。それは謝る。足柄。富士山でしょ。富士山。マウント富士。富士山。富士山。30歳の。富士山。富士山。富士山どころじゃないです。眠いです。出ました。到着しちゃったよ。起きました。今10年、さっき 40% だったんですけど、80% になりました。いや、100% じゃないんかい。ちょっと不良なのね。いや、携帯充電と一緒で、ちゃんと充電マックスになるには、時間がかかるです。ただいま。終わっちゃいました。ちょっと悲しいです、正直。あれもちょっと一つ嬉しいことがあって、借金を、最初に自己紹介やったんです。そしたらみんなハマりました。ハマってなかった。あの時はハマってなかった。でも後からもうめっちゃ借金とかずっと言ってくれたんで、これから全国にこの借金を広めたいと思います。監督さんが2回も言ってくれたんです。やばいっすよね、これ初めてです。でも意外とウケいいんだなって地方に出ておりました。ドリームドア。周知し。じゃあどうぞ。楽しんじゃいましょう。奈良でもね。じゃあ、乾杯。しみるね。人生の中に入ったんだ。ドリームドア。ありがとうございます。ちょっと遅いんじゃないですか。9時チェックアウトじゃなかった。9時チェックアウトぐらいでいいかって言ってたけど、あらすいません。あらすいません。絶好調で。あれあら、ではここはウェーブ取ったらしっかりする。すげえ。そんだけの味があったら、それをいつもミリ合わせてすいてるんですよ。機械のあれ、今はあれでカットする機械、なんかそういう構成で使うのはほんまのミシンだけや。おはよう。おはようございます。次は2校目のちょっと前、2校目に行く前の20分前です。岡田さん、しっかり運転してくれてます。誰だねしたの。誰ですかねしたのは、あれですかね、俺です。寝ちゃいました。またもやおしゃべり絶好調なんだけど、ャージということでいいの、そう捉えて。はい、大丈夫。それでは行ってきます。どうでした？2個目ちょっと思うようにいかずですね。なんか全然自分のキャラ出せなかったです。全くできずです。あんだけ寝たのにあんだけ寝たのに。夜の盛り上げるためか。夜の盛り上げかもしれないです。それを目的に来てんだろ。はいって言うなよ。はいじゃねえよお前。いやでもちげえからな。でもちょっと普通にちょっと悔しかったです。悔しいです。なんもできなかった感が強かった。いやでもこれはもう YouTube で有名になるしかない。だってどうやみたいな感じでできるように頑張ります。2と5がつく日はニコニコニコニハンバーグ。ふざけんなよ。おおやばいよ。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある町並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で制作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。